レッスンが始まりました。あ、見やすい、シエさん部屋黒なの。うん、でもシエさん黒で絶対見悪いやと思ってたけど、見やすいよな。てか、あのチャックの色かっこいいじゃん。ワンポイント入ってるな。うん、滑らかアタッチだね。おお。いいじゃない。そう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 。やっぱスノボ外出てくるね。うん。そう。そう。おお、慣れた。ほら出てった。イエス。イエス。これさっきのショートと何が違うかぐらい分かるよね。確実に。ああ。ゆとり出てくる。器用だね。言ってすぐだもん。イエーイ。であれスペースが出るのでこう山回り終わったから次の谷回りまでの移動がもう確実に方向づけができて片付けに入ってくるんで止まらないですよね。ほら、うん、同じスペースをただターンするんですけどこういうイメージじゃなくてこっからこっちの下方向にしっかりと落ちてきてるから。でもね、あのこれ開ってしまっていたらここにゴムっていうんで横に行くスペースは取れるんですけど縦のスロープがあるような高さもショートが難しくなるので今みたいにゆっくり行こうと思います。もうあれにちょっとスピードが出てきたのと片付け量がちょっと強くなるだけでもうちょっと板の感じがもっと速くなる。もうそんな体を切れないぞ。はい、難しい。危ないっつ。女の子危ない。もう今起きたよね。あれが欲しいの。そう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 。そう。自分で浮いてない気持ちはするけど頭の位置っていうのは結構そのままで平行に板がシフトしてくれるんだ。次のターン、うん、そうそうそう。でもオートマチックに自分でこう立ち上がった感じあるじゃないですか。あるけど僕から見たらこのクロサンダーとあんまメッチングするからこっちにあったはずがこのまま立ち上がるわけじゃないですか。メッチングしながらなんでストイックで張り回るっていうのは高さのとこも来た来た
逆にいいんじゃない、さっきのビデオとこのビデオの差が出るかな。うん、これ下に来たら動いてるんだ。上なんじゃないですか、ね、まあこれでショートリズムですよ。はっ、どいてーよーと、ここあります。あ、こんぐらいの後ろ使えてくれればいや、そのトップぐらいのところまで来てるじゃないですか。このタイプあっちにバクサーですね。に見つめられたからやめた。絶対掴んじゃねえぞみたいな感じで見られたから。熱い視線だった。もうこのぐらい、今のぐらいの動きが欲しいな、習慣も。Yes! Yes! 今突っ込まれちゃったよ、若さっきで。来たースキーが邪魔だ。おー、危ねー、テレマーク邪魔。イエーイ。